こんにちは、リリナナです。今日はキャンドゥさんでちょっとボタンの方を買ってきたので、そちらのご紹介をしたいと思います。今回買ってきたものは全部ウッドボタンなんですけども、まずはこちらハンドメイドシリーズ6個入ってるものになります。でバーコードナンバーがこちら、ハンドメイドウッドボタン、サイズが15ミリですね。で4個穴が開いているものになります。でこれは以前も買っていて結構使いやすいので何にでも合うかなと思います。結構小さめのポーチだったりとか、小さめの作品に結構使うことが多いです。で6個ずつ入ってるのを2つ買ってきて、穴が4つ開いてるものになります。ちょっと凹凸がある感じですね。で後ろはこんな感じ、結構これは気に入ってます。で前にも買ってきたので多分キャンドゥさんとセリアさんって同じものが置いてあったりしますよね。で私はこれはセリアで買ったと思うんですけども、キャンドゥさんでも売っていたのでこちらを買い足していきました。一緒に入れちゃいます。で次はこちらのウッドボタン、2つ穴タイプの、なんていうの、ぐるぐる凹凸があるやつ。バーコードナンバーはこちらになります。でこれも6個入りで18ミリのものになります。さっきよりもちょっと大きいですね。で表面が、あごめんなさい揺れちゃった、こんな感じボコボコしてる感じで、これは買った時がないんですけども、最近ウッドボタンにはまっているのでついつい買ってしまいました。後ろはこんな感じ、後ろを使っても可愛いかなと思います。どっちが表でもいいんじゃないかなと。でさっきのものと比べると結構大きさが違いますね。でこれはここに入れちゃいます。本当はここに仕切りがあった方がいいんですけども、ないから一緒に。で次もハンドメイドシリーズのウッドボタンで、こっちは4つ入りになります。2つ穴タイプですね。バーコードナンバーがこちらになります。でハンドメイドウッドボタン、直径20ミリのものになるので、さっき比べたもののものよりも大きなものになります。周りがちょっとなんていうの、黒っぽいような感じで、これは真ん中がへっこんでる感じのものになります。で後ろは普通の、これも後ろを使ってもこっちを使っても作品によって可愛いんじゃないかなと思います。でさっきのものと比べるとほとんど変わんないような若干本当に少し変わるかなっていう感じですかね。これどこだっけ、セリアのものだっけと形が似てる感じで、厚みは
こっちの方がありますね。これとこれはセリアだったのかな。ちゃんとどこで買ったっていうのをここに書いておいた方がいいですよね。忘れちゃった。で、結構ウッドボタンは使うので、いろんな作品に最近は使ってるので、買いだめをしてこんな感じでしまっています。で、大体が100円ショップのボタンですね。これだけが、サンキさんっていうお店でセールみたいなので買ったんですけども、あとは全部100円ショップのボタンになります。で、前も紹介したんですけども、レース糸をこういう木製のピンチに留めて私は使っています。結構レース糸でボタンを縫い付けることが多いの で、いろんなカラーでボタンをつけると結構可愛いんですよね。あのアクセントになって、なので私はこうしています。で、これはヘアゴムもレース糸のようにぐるぐる巻いて、ヘアゴムで結構ボタンを留めることがあるので、紐みたいな感じで使うことがあるので、ヘアゴムもこのような感じで留めています。で、ここで押さえられるので結構ピンチは使えるかなと思います。で、一緒に入れとく、こんな感じでしまっています。で、あとは関係ないんですけど、フレークシール、5個柄が入っているものが6枚ずつ入ってるみたいです。30枚ついでにバーコードナンバー。ミニブタでも体重が100キロになる子もいるんだよって書いてある。で、私は結構豚さんが好きで、で、これを見て、この子を見て可愛いと思ってついつい買ってしまいました。豚とリス、リアルな感じのシールですね。あとはフクロウ、あとはウサギ、あと、なんていうんだっけ、イタチ、ビーバー、あれ、誰この子は忘れちゃった。で、この5種類、私はいつも100円ショップに行くとシールは必ずチェックします。新しいのが出てないかなとか、編み図を描くときに結構シールを貼って、で、ごまかす汚い字をごまかすっていう感じでシールを貼り出したんですけども、結構視聴者さんでもシールを楽しみにしてくださる方とかがいて、今日のシールはこうだったねとか、これが可愛いねとか、いろいろお話をしてくださるんですけども、で、私は普段編み図を描くときに使っているもの、ジップロックに入れて、で、収納をしています。編み図を描くときに、前に紹介した方眼紙とかと、あとはペンとかと一緒にシールを持って、この中にもう全部100円ショップ、ダイソーさんとかセリアさんで買ったものを入れて使っています。で、今日は何のシール貼ろうかなっていう感じでガサガサこの中から出して、で、やっぱり自分の中でお気に入りっていうか、これが可愛いっていうのがあって、で、そればっかりついつい使っちゃったりとか、
だからいつも余ってしまうものが決まってるっていう感じなんですけど、でいろいろシールを入れています。これも100円ショップですね。でたくさんありすぎると、あの迷ってしまって、どれをつけていいのかっていうのが迷ってしまうので、そこまでたくさんもういろんなシールを集めるっていうわけではないんですけども、使えそうなものとかは結構買ってしまいますね。でこういう一袋にたくさん入ってるやつ、これは100円ショップじゃなかったかな、忘れちゃったけど、こういうものだとなんかね、もったいなくって、貧乏症なのでもったいなくて、なんかね使えないんですよね。この編み図にこれを使ったらなんかもったいないなとかって思ってしまって、なかなか1枚に貼ってあるものって使えないんですけど、こう一つ一つがたくさん入ってるシールとかだと使いやすい。なんか何なんだろうな、気持ちの問題なのかな。なんかね、あーちょっとこれにはもったいないとかって思って使えなくなっちゃう。で今回はこの豚さんが気に入ったシールと、あとはブッドボタンで、今回行ったキャンドゥさんにはまだコットン糸がそんなに出てなくて、やっぱりまだ冬の毛糸がすごくたくさんありました。なので糸は買ってこなかったんですけども、ウッドボタンが3種類あって結構嬉しかったです。なかなかウッドボタンが見つからないとか、可愛いのとか気に入ったのがないっていうお話も聞くので、でキャンドゥさんがないっていう地域の方も結構いらっしゃるので、うちにも近くにキャンドゥさんがなくって、もう結構離れたところにたまたま行ったのでついでに見てきたんですけども、普段もうすぐ行けるっていう距離にはないので、なかなかキャンドゥさん、セリアさんが近くにないっていう方もいらっしゃったから難しいとは思うんですけども、手芸屋さんとか、あとはサンキさんとか、いろんなところでも結構安くウッドボタンが売ってる時とか、あのワゴンセールとかで、そういう時にチェックするといいんじゃないかなと思います。で必ずこのボタンを使ってくださいっていう作品は私は今のところ出していないので、ご自分の好きな、で私は結構ウッドボタンだったりとか、あの昆虫ボタンが好きなんですけども、今はダイソーさんでもセリアさんでもすごく可愛いカラフルなボタンがあったりとかするので、自分の好きなボタンを使って作品を作っていただけたらなと思います。では今日はキャンドゥさんでのお買い物のご紹介でした。気に入ったものがあったらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リーナナでした。